疲れ様です。コンビニはローソン派、スタイリスト潤太です。はい、全然関係ない話なんですけど、皆さんコンビニってどちら利用されますか？実はですね、引っ越して、近場にローソンがあるんですよ。で、やっぱり一人暮らしですと、どうしても自炊とかもせず、帰ったら何も食べるものがないので、そうなったらやっぱりコンビニ使うと思うんですよね。で、コンビニがもう近場に、ローソンとちょっと行ったところにセブンがあるんですけど、でもうローソンばっかり利用しててですね、どうにもちょっと最近太ってきそうな兆しが見えてきました。なのでちょっと今後できる限り節制しようとは思っております。むしろ食事抜いて全部服に使った方がいいかもしれないですね。はい、ということで今回は結構大事なお話です。別にコンビニのことじゃないんですけど、今回はですね、スーツスタイルで背を高く見せる方法、これ結構皆さん興味あると思います。やっぱりスーツって欧米人を元に作られてるので、やっぱり背が高いことが多いんですよ。なのでどちらかというと欧米人とか、それこそヨーロッパの方々と比べると、どうしても背が低くなってしまう日本人の方々、そういった方々でも背を高く見せる方法があるんです。それずっとちょっと言ってなかったなと思ったので、ぜひ今回はご紹介させていただきたいと思います。はい、今回ですね、要点を4つにちょっとまとめてお話をさせていただきます。まずそれが1つ目に関しては裾の長さです。以前ですね、ちょっとお話をさせていただいたこともあるんですけど、裾の長さを変えるだけでやっぱりすっきりと見える、背が高く見えるっていう効果があります。それはどうするのかというと、裾ってこのようにストンと落ちているものなんですが、下の方にたるみを持たせてしまうワンクッションと呼ばれる、一番平均的な直しなんですけど、そっちだとどうしてもたるんで見えてしまう分、どちらかというとやぼったい印象になるんですね。それをちょっと直していただいて、すっきりとノークッションからハーフクッション、より足を長く見せたい方に関してはノークッションぐらいにしていただいて、すっきりと見せていただいた方が実は足も長く見えるっていう効果があります。またそれプラス、もしもソックスの色合いとかで迷った場合、パンツの色と先に合わせていただく、パンツの色とソックスの色を合わせていただく方が足が長く統一感のあるスッキリとした雰囲気になると言われています。なのでぜひちょっと一度抑えていただいて使ってみていただければと思います。はい、2つ目に関してはこちら、はい、ジャケットなんですよ。ジャケットのウエスト、ここの脇回りが、絞りが上に来ているものを選んでいただくことが大事です。これ以前イギリスのスーツ の英国スーツの見分け方というか、英国スーツの特徴みたいなことでお話をされていたんですけど、ウエストシェイプが上に上がっているのが特徴なんですね。それと同じように、下の方でウエストがシェイプされているものよりも上の方でキュッとなっているものの方が、やはり腰の位置が高く見えるので足が長く見えやすいんですよ。またスーツでもしもボタンを留める場合、ここの部分に X のシワがちょっとだけ入るぐらいにしておいた方がいいと思います。この X にする、X のシワが出ることによって、よりスッキリとした雰囲気と、そして今のトレンド性も兼ね揃えたシルエットになりますので、ぜひそこら辺も押さえてみてください。そして3つ目がディティールです。これ様々ジャケットのディティールとかも簡単には解説はしてきたんですけど、ディティールを一つ一つちょっとこだわれば、それもまた足を長く見せることができます。例えばなんですけど、ジャケットであればジャケットのここの部分にチェンジポケットっていうものがあることが、最近よく見られる仕様になってきました。これもちょっと英国風のトレンドが流行ってるせいで、英国風クラシックっていうんですけど、そのクラシックの影響でどんどんとこの、昔はここに薬莢を入れてたんですよ。狩りとかのハンティングジャケットとかによく見るディティールなんですけど、その薬莢を中に入れるっていう用途で使われていたものなんですが、これも実は腰の位置が普通のポケットよりも高く見えるということで、2つポケットがある状態のもの、これをできる限り選んでいただいた方がよろしいかと思います。今のトレンドもあって、私もオーダーでは絶対に取り入れてますね。またパンツであれば股上が少しだけ深いものを選んでいただいた方がいいです。
股上が浅いものが、まあそういうことです。これまでが最前線だったんですが、またその英国風クラシックの影響で股上が深くなってきています。それもあるんですけど、そうするとあのおへその位置も高く見せることができるので、それもまた背を高く見せる方法の一つとされております。スーツってジャケットと、まあ、あのパンツが同じ生地なので、あのすっきりとして、まあ、背が高く見えやすい服装ではあるんですけど、そういった一つ一つの、まあ、ディティールや、まあ、直しやらをちょっとこだわっていただくだけで、より背が高く見せることができるので、ぜひ実際に実践してみてはいかがでしょうか。最後に1点、4点目なんですけど、これスーツというよりもジャケットとパンツを変えるスタイルにおいての本当に大事なポイントです。ガラケーのアイテムは上に持ってくることっていうことなんです。例えばなんですが、あの人間の視線って面白いもので、柄のものとか明るい色合いのものに先に目が行くようになってるんですよ。まあ、顔から移っていくって言っても過言ではありません。なので今私が着ているようなジャケット、こういったパターンのものはやはりジャケットやらシャツやら、まあネクタイやらで柄を入れることはいいんですが、ジャケットとパンツを変えたスタイルでパンツに柄を入れてしまうと、これ結構大変なんですよ。目線が下に落ちるということは背が低く見えるというあの検証結果も出てるんですね。なのでできる限りパンツは無地、そしてジャケットとかに柄を入れるということを必ず実践してみていただければと思います。またまあ一番手っ取り早いのはあれですね、靴にあのソールが厚いものとかにしていただく。まあ、例えば以前ご紹介したの40セカンドとかだと、まあ、普通の靴よりまあ1センチぐらいは高いので、その分ちょっと盛ることはできたりもするんですが、インソールとかで盛ることは正直革靴じゃ無理なんですよ。足がもうスポンスポン抜けてしまうので、だからこそ、まあ、そういった積み重ねで、そういった一つ一つのディティールの積み重ねで、ぜひ現実的に使っていただければと思います。はい、ということで本日は背を高く見せる方法でした。ぜひ実際に実践してみたいなって思った方は、ぜひチャンネル登録と、そして高評価、インスタグラムなどのフォローもぜひお待ちしております。はい、それでは次の動画でまたお会いいたしましょう。本日もありがとうございました。Play like player 二人の出会いはまるで映画、ずっと考えてる提案ない、一目見ただけで忘れらんない。 OK I'm high 君は高嶺の花、少し背伸びでもしなきゃ手が届かないかな。例えるなら綺麗なバラ、それともパンケーキの上のバラ、手でバラバラ、アップサイダウン逆さま、絵文字ひらがなカタカナ。俺はこの街のマドファッカー、いつもバカバカ言ってるけど、目を見ればわかるでしょう、手を取ればスイートでメロ、醸し出すフレーバー、深呼吸してレイバー。 Play like player、Play like player、胸焦がすレーザー、全部君のせいだ。 Play like player、Play like player。